こんにちは、ディレクターキャラのあげです。今回は時計をご紹介したいと思います。今回ご紹介するのはデンマークの時計のブランドでアバウトヴィンテージがラインナップですね。アバウトヴィンテージは、2015年に、コペンハーゲンで設立されました。北欧らしい洗練されたデザインはシンプルかつエレガントで、高級時計にも負けないかなと僕は思っています。現在 DF 東京では大きく分けて3型取り扱いがございます。まず1種類目がこちらですね。スリーハンズのシンプルな文字盤のデザインになります。でこちらはブランドでは初めてとなる女性向けのサイズの 36mm があって、メンズサイズの 39mm があるモデルになります。なのでペアウォッチとしてもお使いいただけるモデルとなります。次がこの手前ですね、オートマチックのモデルになります。こちらはケースの大きさは 40mm なので、今出回ってるメンズサイズの時計では、定番のサイズになります。当ててみるとこんな感じですね。結構やっぱりちょうどいいかなと思います、はい、で最後が奥ですね、クロノグラフのモデルになりま す, ここです、ね、これで価格が、税抜きで 36,500 円なんですけど、そんな風にはやっぱ見えないぐらい高級感がありますよね。細かく言うとここは2種類型数があるんですね。こことここが、1815っていうモデルで、ここの2つが1844っていうモデルになります。先日入荷があったので、あとちょっと限定モデルのグリーンとブルーが再入荷いたしました。1815と1844のデザインの違いで言うと、1815はドットのインデックスで、1844はバーのインデックスになります。ちょっと今フィルム、傷防止のフィルムついてるので見づらいかもしれないんですけど、はい、クロノグラフは係数は 41mm になります。ちょっと当ててみますね。こういった感じですね。これで、やっぱ36,500円。見えないですよね全部のモデルがそうなんですけど、ベルトは簡単に交換できる仕様なので、これも嬉しいところですよね。いかがでしょうか、アバウトヴィンテージ。ご興味ございます方はぜひ店頭ホームページでご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。